Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tones. 20世紀ロックへようこそ。今日はいつの間にか書き換えられた感のあるロック史を事実に戻すガチな試みの第3弾として、リズム系ニューウェブの傑作アルバムにフォーカスしようと思うんだけど、その80年代初頭のニューウェブ期って、もはやロックギターはブルースの呪縛から解き放たれたとか、シンセサイザーっていう新しい武器がロックの鳴り方、鳴らし方を変えたみたいな話と同じか、それ以上に8ビートからの脱却っていうリズム面の強力なシフトチェンジっていうのがあって、まあその脱却した先にどこへ向かうかっていうのはそれぞれなんだけど、とにかく新たなリズム、新たなグルーブっていうのもニューウェーブにとって忘れちゃいけない重要なテーマの一つだったりすると。あ、そうそう、今日たまたまこの動画に遭遇したぜって人に一応お伝えしておくと、このチャンネルでは20世紀ロック普及委員会っていうのはスタンスで、時代や国境を越えてロックネタの動画をガンガンアップしてるんで、ロック好きだぜとかロックに興味ありだぜって人はね、ぜひチャンネル登録しておいていただけたら嬉しいです。つうか、リズムっていうのは実は西洋音楽にとっては難しいテーマっていうか、その新たなリズムを打ち出したいと思ったらどこからか拝借してくるしかないっていうのが実情というか、もうほんとロックンロールの誕生からそうやって歩んできた歴史があると思うんですけど、ただ拝借したものを吸収して己を進化させる触媒として新たに取り込むっていうのもロックの得意技だったりするので、そうだね、そういう意味ではニューウェーブ期のリズムの探求っていうのはロックがまた一つネクストレベルに引き上がったことになるのかなって思ったりもするんですよね。ってことで早速、まさにロックが進化した瞬間といっても過言ではない強烈なリズムに乗ったアルバムをいくつか見ていこうぞ。まず1枚目は、これぞリズム系ニューウェーブの極北というか、ヤバいレベルでアバンギャルドな作品、ザ・ポップグループが1980年にリリースしたセカンドアルバム、For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder なんですけど、おそらくポップグループの音楽を言葉にするのは無理なんで、いや常に音楽は言葉にできないんですけど、特に伝わらない、伝わるはずのない音だったりするから、ほんと少しでも興味を持ってもらえるようなキーワードを並べていく感じになっちゃうと思うんだけど、あのロックバンドっていうのはさ、タイプの差こそあれ、ある程度サウンドの枠組みってあるじゃない。そのジャンルとしてくくれなくても、パンキッシュだねとかファンキーだねとかジャジーだねとか、そういう言葉である程度の方向性というかニュアンスは伝わるっていう。でだとすると、このポップグループが鳴らしてる音っていうのはアナーキーだねってことになっちゃうのね。あの根っこにあるのはフェラクティ由来のアフロファンクだと思うんですよ。それは間違いなくて、ただそのいわゆるファンク的なグルーブを追求するっていうより、自らが織り上げたグルーブを片っ端からぶっ壊すみたいな、そういう感じに俺には聞こえて、なんだろう、ジェームス・チャンスのコントーションズとか、ニューヨークのノーウェーブ系と同種のフリージャズ的な空気っていうのも充満してるし、ひたすらわめくスタイルのボーカルは過激でしかないし、とにかくエネルギーの放射量が桁違いで、しかもそれが混沌としてるのね。ちょうど70年代のマイルス・デイビス、例えばオン・ザ・コーナーみたいな、やたら熱量すごいけどなんじゃこりゃっていう。そうだね、エレクトリック・マイルスのパンク版って言ったら少しは伝わるかも。いや伝わらないか、まあ、あの毎度のことですけど、実際に音を聞かないことには何も始まらないし終わらないと思うので、うん、サブスクでも何でもいいので、まずは1曲チェックしてほしいんですけど、うん、そうだね、まずは A 面1曲目の Forces of Oppression をできるだけ大音量で浴びてほしいかなと。これ相当身構えて思い切りハードル上げて臨んでも確実に想像を超えてくると思うんですよ。もういきなり民族音楽的なバリのケチャみたいなところからフェイントかまして、そのまま戦いのアフロファンクに突入みたいな、マジ強烈すぎる2分半がそこにあるので。つうかポップグループに関してはいろんな人がいろんなことを言ってると思うんですけど、俺も含めて全部デタラメだと思った方がいいっていうか、自分で聞いて感じたことだけが正解ってそう思うべきっていう。大体ブリストル出身とか当時のメンバーの平均年齢が19歳とか、そんなことどうだっていいし、そもそもそういうことじゃねえんだよって教えてくれてるアルバムって気もしますからね。あとこれ完全に余談かもだけど、日本のローザ・ルクセンブルグってバンドは確実に影響を受けてるはず。あのローザはちゃんとロックバンドのフォーマットに落とし込んでる感じだけど、でもギターとかベースとかそこかしこに近しいフレーズが見受けられて、うん、聞いてるとニヤリって瞬間があったりするので、うん、そんな観点で聞いてみると少しは身近に感じられるかもって、さすがに無理かもですけどね。次は今紹介したポップグループから派生したダンサブルなインストバンド、ビッグバックが1982年にリリースしたファーストアルバム、ドクターヘックル&ミスタージャイブですけど、あのビッグバックはポップグループのベーシストだったサイモン・アンダーウッドが脱退後に加入したバンドというか、まあ脱退後のキャリアってことになるんですけど、ぶっちゃけこっちの方が比べ物にならないくらいメジャーな存在で、あの当時の国内版のタスキにも書いてあるんだけど、ロンドン・ニューヨークでディスコチャートを爆心中っていう、なんつーのブリストル出身の若干
たちの子たちが作った音楽が世界中を踊らせるっていう、マジロックバンド夢あるよなって感じなんですけど、彼らはポップグループ以上に全くロックバンドって感じじゃなくて、本当なんでレコード屋でロックの棚に並んでるんだろうって感じなんですけど、どっちかっていうとむしろサンバみたいなアフロビートっていうか、こうラテンパーカッションが鳴り響くジャズファンク的なサウンドっていう方がしっくりくると思うのね。だからディスコチャートを爆心中って言っても、いわゆるナイトフィーバー的なのじゃなくて、もっとこうリズムもブラスもキレキレっていうか、80年代の伝説のクラブ原宿ピテカントロプスでなってそうな活かしたニューウェーブディスコって感じ。まあ俺は子供すぎて行ったことないんで、そのあたりのニュアンスはガチのリアルタイマーというか当事者の人に教わりたい部分だったりもしますけど、ただ当時はお茶の間的にもね、パパズがったブランニューピックバックっていうシングル曲がホンダのスクーターの CM ソングになってたから、テレビでバンバン流れてたっていう。ホンダっていうとね、当時はマッドネスも起用してたし、なんかニューウェーブディスコと親和性ありって感じですかね。でそのパパズがったブランニューピックバックはこのアルバムには収録されてないんだけど、でもこのアルバムのオープニングナンバーゲッティングアップもノリノリっつうか最高だし、フルで通して楽しめる最高によくできたアルバムなんで、むしろ今から初めてピックバック聴くよって場合にはこのアルバムの1曲目ゲッティングアップでスタートしてそのまま聴き進めちゃってって感じだったりします。ちなみにポップグループっていうのは強烈なインパクトを残して速攻で解散しちゃってるから、メンバーにはそれぞれその後のキャリアっていうのがあって、このピックバックの他にもリップリグ&パニックとかマキシマムジョイとか、いわゆるポップグループから派生したバンドっていくつもあったりして、おまけにその全てが素晴らしいっていう。つかリップリグ&パニックってローランドカークのクソかっこいい曲のタイトルだったりもするけど、とにかくピックバック聴いてかっこいいじゃんって思えたら、あれこれ自由に深掘りしてみてって感じだったりします。3枚目はパンクニューウェーブ期を代表するガールズバンドといっても過言ではない、ザ・スリッツが1979年にリリースしたデビューアルバムカットなんですけど、スリッツはちょっとジャケが強烈ですけど、でも見ての通り女の子3人組で、女の子って言っていい年齢っていうか、リリース当時は10代だったりすると。で元々は4人組だったんだけどドラマーが抜けちゃって、なのでドラムはメンズのサポートメンバーっていう、そういうスペック的なことはどうでもよくて、特筆すべきは圧倒的にオリジナルなリズムアレンジなんですけど、これまず前提として根っこにパンクがあるっていうのは絶対だと思うんですよ、もはやスピリットだけだとしてもね。でそんなパンク志向のバンドがレゲエの方法論を取り入れたことで生み出されたアンサンブルって気がするんですけど、単純にパンクとレゲエのマリアージュってことだったら、クラッシュとかポリスのレゲエマターな曲みたいな、当時のイギリス的にはある意味旬のアプローチだったりするけど、スリッツの場合は全然レゲエを消化してないというか、血肉化する過程で全く別のものになったというか、ちょっと突然変異に近い異形のアンサンブルが成立してるっていう。基本的にギターとベースとドラム、アクセントにピアノがちょろっと加わる程度だし、個々のパートがやってることは至ってシンプルで、なんならチープに感じるほどなんだけど、それが組み合わさるととびきりクールで先鋭的になるっていう。プロデューサーがデニス・ボーベルってポップグループのファーストアルバムをプロデュースした人なんだけど、こうスカスカなアレンジを逆手に取ったようなダブっぽい処理を施したサウンドっていうのが最高で、もうほんとボブ・マーリーともクラッシュともまるで違うというか、スリッツでしかないオリジナリティを確立してるのね。だし楽曲というかメロディー、その歌っていう意味ではメタクソポップで、それをパンキッシュに歌う叫ぶっていう、そうだな、性別でどうこうって話はもはや時代錯誤なのかもだけど、でもその後のガールズバンドの雛形っていうか、ランナウェイズとかとは真逆のインディペンデントで自立したガールズバンドのあり方を提示したって気もするんですよ。でこの辺はね、なんたって1986年に男女雇用機会均等法が成立するっていう、今となってはなんだそれって時代背景があってのことなのかもなので、21世紀にピンとくる話ではないのかもしれないですけどね。でそんなスリッツに少しでも興味を持っていただけたなら、1曲目から聞くんで全然いいんですけど、でもあえて B 面3曲目の Love and Romance って曲を押しておきます。なんだろう、これは気のせいかもだけど、でもこう女同士でガンガン行くぜみたいな、めちゃめちゃ楽しげな雰囲気が伝わってきて、聴いてるこっちまでワクワクしてくんの、ちょっと試してみてって感じです。4枚目はまさにポストパンクど真ん中、 PIL パブリックイメージリミテッドが1981年にリリースしたサードアルバムフラワーズオブロマンスですけど、 PIL についてはセックスピストルズのボーカリストのその後っていう、ラベルレッテルを貼っちゃうとそこで思考停止しちゃうから、まずそこの先入観規制概念っていうのを取っ払いたくて、もちろんそれは事実なんだけど、でもそういう外枠の話の前にちゃんと鳴ってる音と向き合おうぜって思うのね。ジョン・ライドンっていうスター性抜群のキャラクター以外にこのアルバムにはポップな要素のかけらもないから、そこに逃げたい気持ちもわからないではないんだけど、でも PIL の中でも特にこのフラワーズオブロマンスって圧倒的に
理屈じゃないっていうか、脳みそ空っぽにして聴いてほしくて、もう1曲目の4 in closed wall から基本的にドラムとジョン・ライドンのボーカルだけって感じだし、それで全然成立してるっていう。あの、彼らが何を目指してたのかはちょっとわからないんだけど、少なくともこのアルバムに詰め込まれてる音っていうのは民族音楽とか宗教儀式みたいなものを思わせるというか、それってつまり強大なエネルギーを内包してるってことなのね。方向性としてはとにかくリズムに溺れる感じ、マジ原始のリズムってこういうことだと思うっていう。それってポピュラー音楽と呼ぶにはあまりにも力強いんですよね。つうかロックとはエネルギーの放射であるならば、これこそがロック。それまで誰も鳴らしたことのない新しいロック。あの、ポストパンクはロックにあらずみたいなことを言う人がいるのも知ってるけど、でもゼッペリンでもストーンズでもないだけで、これはこれで紛れもなくロックだってことは主張しておきたいわ。でそうだな、このアルバムから1曲抜き出すとかってマジで無茶な話でしかないんだけど、ひとまず B 面ラストのフランシス・マサカーをリコメンドしておきます。あの、ぶっ飛んだアルバムの中でもひときわぶっ飛んでる、アップテンポっていう言い方が合ってるのかすらわからないけど、他の曲に比べて BPM 早めだし、マジジョン・ライドンのボーカルは PIL 教の教祖って感じで、宗教儀式みたいなトリップ感、高揚感があるのよ。まあ宗教儀式ってものを俺は体験したことないんだけど、でも極端な話、お経に通じるものがあると思うの。あの、宗派によって鳴り物が派手なのとかあるじゃない、あの感じに近い。まあ1曲だけ聞いてありかなしか判断されたらそれはそれで嫌なんですけど、でもこれダメだってなった人が他の曲で持ち直すってことはないと思うし、そういう意味では A 面の頭から聞いてもらっても同じかもだけど、でもそれだと最後までたどり着かない人が多発しそうだから、あえてね、ここではラストソング推しってことにしておきます。もちろん本来は1曲目から聞いてその締めくくりとして最後に聞くのが正解。言ってみればサージェントペッパーズのアデインザライフとか、ジギースターダストのロックンロールスーサイドと同じですね。って怒られちゃうかしら。最後はドコドコジャングルビートのパイオニア、バウアウアウが1981年にリリースした LP レコードとしては最初の作品、シージャングルシージャングル Go Join Your Gang Yeah City All Over Go Ape Crazy って1曲目のジャングルボーイって曲のサビの歌詞がまんまアルバムタイトルになってたりしますけど、あの、ジャングルでファンファンファンって放題も秀逸なので、普段は英語のタイトルって口にすることはないっていう。つうかバウアウアウはこのチャンネルを始めて間もない頃にまさにこのアルバムについての動画をアップしてるので、その時に話した内容と被るとは思うんですけど、とにかくリズムがね、鉄頭鉄尾ジャングルビートっていう。あの、誰が最初にやったかって話だとアダム&が先かもだけど、こっちはそこを突き詰めてるわけだし、つうかバックのメンバーはアダム&ジャンツから引き抜いてきたとか、そもそもセックスピストルズに続いてマルコム・マクラーレンが仕掛けたバンドとか、まあそういう外枠の話がいろいろあったりするわけだけど、でもまあ画期的だったと思うんですよね。そのアフロとかエスノとかって言葉はともかく全曲ジャングルビートで、そこにこうウエスタン調のギターとか被せてみたりとか、言ってみりゃ無国籍なんですよね。でメタクソベースがうまいっていう。そうだね、このバウアバウに関してはボーカルよりもリズムが主役って気がしますね。あの、シンガーもビルマ系の15歳みたいなそれなりにキャラ立ってるんですけど、でもベースの存在感が異常なので、このアルバムからも1曲だけリコメンドするとしたら、あの、以前の動画ではね、ゴリゴリゴーバディって曲を珠玉の1曲とか言って押してるんですけど、でも今日の気分だと頭から A 面1曲目のジャングルボーイから聞くのがいいんじゃないって、俺のゴーストが囁いてる感じ。つうか本当どこを切ってもジャングルビートだし、楽曲的には基本的にどれもキャッチーだったりするから、どこから言っても大丈夫だとは思うんですよね。マジで一人でも多くの方がバウアウアウに触れてくれることを切に願います。あの、どういうわけだかリアルタイムで聞いてたって人を除くとびっくりするくらい評価されてないというか、マイナーな存在だったりするので、でそれぶっちゃけおかしいし、ちょっと声高に今後もしていきたいと思います。ひとまず3回にわたりニューウェーブの逆襲的な意味合いでギター系、シンセ系、リズム系ってそれぞれのお気に入りを並べてみたわけなんだけど、改めてそのパンクの嵐が過ぎ去った後の1980年またぎ、要は79年から81年あたりに革新的なアルバムが集中してるんだなってことを思い知らされましたね。で、あの、よく誤解されるんですけど、俺がリアルタイムのロックを拾えるようになるのは83年からで、だからガチのニューウェーブっていうのは俺も後追いなんですよ。ただまあ昔のロックを掘るって感じではなく、ちょっと前の出来事を遡るってくらいの話だったわけですけどね。でもとにかくさ、この辺りのニューウェーブ基本のキーみたいなところを押さえておくと、80年代以降のロックがぐっと身近に感じられるはずなんで、別にこの動画が新たな扉を開くってことはないとしても、そうだね、少しでも興味を持てたらさ、あれこれ聞いてみてって、もうほんと言いたいことはそれだけだったりするぞと。それでは今日はこの辺でベターなロックに乾杯。